皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。今ここに私の普段の写真が出てると思うんですけども、本日の動画は青木かのんカラーコンタクトを外して動画を撮る。私は普段カラーコンタクトをしてるんですけど、カラコンっていうのは目のまん丸を大きくするわけですよ。それをつけることによってすごい若く見えたりとか、私で言うなら女の子っぽくなるかなみたいな、そういう気持ちがあるわけです。だいたい私のカラコン歴が5年ぐらいです。で、最近視聴者さんからかのんちゃんの化粧とかどうなってんのってちょこちょこコメントいただくんで、今回はカラーコンタクトを外した私の姿をお見せします。3、2、1。今の私の状態は普段の化粧をしているけどカラコンはつけてないっていう状態です。だから裸眼って言うんですかね。すごい嫌なんですよ。カラコンですごい顔が変わるじゃないですか。だから私はもう必要不可欠なぐらい毎日つけてるんですけど、やっぱりつけ続けるとすごい目がドライアイっぽくなって辛くなったりして、最近たまーに外すこともありますが基本つけます。動画ではもう絶対いつもつけてるから本当恥ずかしいですね。むしろすっぴんの状態でカラコンつけてる方がなんか自信持てるっていうか、もうそんぐらいですよ。今化粧バリバリしてますけど裸眼だからなんかすっぴんなんじゃないのっていう不安っていうか悩みがあるわけです。黒目大きくなりてえなーって。でちょっと近くで見てみます。だいぶ変わりますよね。どうなんだろう。皆さんどうでしょうか。私の普段のいつも通りカラコンつけてる姿とカラコン取った薄くなった顔、どっちがいいですか。カラコン派、そして裸眼派。たまにいるんですよね、裸眼派の人も。いるんだよな。わかんねえ。今回はこうやってカラコンの話をしてるんで、目にまつわる私の話をしたいんですけど、私事ですがこう見えてもハーフなんですよ。どこのハーフってなるじゃないですか。で、私がよくその初対面になった人によくクイズすんの。青木はどこの国の人だと思う？大体言われるのが台湾か韓国なんですよ。まあ別にいいんですよ。私めっちゃ好きだから。言われてもいいの。勘違いしないでね。まあデフォルトではもちろんもう、あ、日本人だけど、そのハーフって言われたら台湾か韓国どっちかかなみたいなことをよく言われるんですけど、私のお母さんはフィリピンの人なんです。家族の中でこういう目の形をしたのは私だけなんですよ。あ、お父さんは一重？お父さんな、何重？お母さんと妹はどっちかっていうと、すごい平行二重なんですよね。私の目って、これ、たまにチラチラコメントいただきますが、アイプチしてんですよ。テープを貼らないと、私は二重にならないの。すっごい目つき悪いんだから。まだマシでしょ？こっちの方がまだマシだと思わない？黒目にまぶたがかかってるから、なんか、こういう感じになってんですよ、常に。もうそれがすごい嫌で、ハーフ感一切ないよねって。まあいいんですけど、なので私はアイテープをするときに意識するのが、黒目にまぶたがあんまり引っかかんないように。あと、最近そのアイラインを描いたからなんです。私は今までアイライン描かなくて、最近ここの目尻まで伸ばしたりとか、ま、いろいろしてて、アイラインだってぶっといですよ。ほら。二重ですよね。そう、あと、なんか前髪も目つきの悪さにこう関係してくるみたいなことをちょっとメイク YouTuber さんに聞いたんですよ。前髪前すごい重めなパッツンだったじゃないですか。で、今少しすだれ感のある前髪にしてるんですよ。あと、その髪の毛を色を薄くして、どっちかというとその色素を抜くみたいな。やっぱこの色にしてすだれ感出したら、なんか目つきの悪さが少し改善されたの。まあ今ね、まあ、カラコンしてないから目つきどっちにしろ悪いんですけど、じゃあ、つけてきます。待ってて。やべえ！ちょっと待って。なんかつけてる最中に、やばいことが発覚した。片目だけつけちゃうみたいな。どうでしょうか？こっちを今つけました。あんま変わんない？いや、こっちのね、目つきの悪さがもう、インパクト強すぎて、こっちへ霞んじゃうのかな？これが、半分カラコン。ちょっと、違いますよね。違うでしょ？じゃあ、両方つけます。そして、いつもの、この状態に戻りました。これやっぱり目つきが全然違うもん。
これはね、コメント次第ですよ。自分が良かれと思ってやってても、後々見返してみたら、その時視聴者さんに言われていた、このカノンちゃん髪型やべえとかは、そういうことだったのねっていうのが、1年後とか2年後に毎回わかるんで、なので私は昔の過去動画とか全然見返さないですからね。むしろ見たくないっていうぐらいのレベルで。特に2017年の頃とか、もうかなりやばかったんで、こんな感じが、とりあえず今のところは青吉メイクっていう感じでございます。近々普段のメイクも上げれたらなとは思うんですけど、そんなに期待しないでください。私はかなりメイク下手なんで、でツッコミどころ満載だと思うから、ちょっとビビってますが、頑張って出します。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。ツイッター、インスタグラム、そしてサブチャンネルは青木かなの秘密箱も画面の下にありますので、ぜひチャンネル登録してね。また次の動画でお会いしましょう。こんにちは、ニューハーフで歌手を目指す青木かのんです。この動画が2014年最後の動画です。2014年は私が今まで20年ちょっと生きてきた中で一番変化のあった年でした。メディアに出ていくきっかけを作りたくて動画投稿を2月に始めました。 YouTube を通して様々な出会いがありました。見たこと、感じたことのないとっても素敵な体験ができました。振り返ってみて、改めて人とのつながりって大事なんだなと感じました。来年は今年よりももっともっとワクワクすることがしたいですね。そのためにも今以上にもっといろいろなところに足を運んできっかけ作りをしたいと思います。年明けにはスタジオアルタで生放送のバラエティ番組出演がありますので、近日になりましたらまたご報告させていただきます。今年は大変お世話になりました。来年も青木かのんをどうぞ皆さんよろしくお願いします。最後にイノさんの動画のエンディングで流れる歌を歌ってこの動画を終わりたいと思います。子供のようにね。今日全然ダメだ。朝ちょっと習い事に行ってたんですよ。まだ秘密なんですけど、内容は。で、習い事が最近朝早いんで、ちょっと早起きする日が続いてて、今まで私、その寝るのも結構遅いから、で、朝起きの早いでしょ？きついんですよ。だからさっき、ここに帰ってきたのが、朝その用事終えて、昼もちょっと用事終えて、2時ぐらい。で、昼寝珍しくしちゃって、起きたのが6時半とかでしょ？昼寝私全然しない人なのに昼寝しましたからね。生活リズムは整えましょう。また見てねで埋もれてゆく夜空の下。